相手も分かっておらず、ただ単に中国軍側の戦術が悪かったとする説や、中国側に親日家のスパイがいたという説まで様々です。そんな噂が立つほどに日本軍は解消を続け、日本は満州からどんどん南に下って中国の領土の3